復興していくによって、忘れられちゃいけない、こういう悲惨な災害っていうものは一生日本の皆さんが思いながら応援をしていかなきゃいかんと、そのためには映画で残すっていうことが一番大切じゃないかなっていう、そういう気がします。はい、ありがとう。柳さん。